はい、どうも皆さん、こんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯にしてまいりたいと思います。本日のお夕飯なんですけど、業務スーパー、サクッとプリプリエビフライ、こちらをしていきたいと思います。まあ、こちらを、油で揚げて食べていきたいと思います。で、あと、ちょっと今日、業務スーパーのこのね、味付け、中華ザーサイっていうのも買ったので、こちらも食べてみたいと思います。とりあえずこれ揚げてみたいと思います。おぉ。こんな感じの、まあ、だって普通に、まあ、冷凍のエビフライが入っております。それでは油で。揚げます。エビフライ揚がりました。はい。よいしょ。それではお夕飯の完成でございます。業務スーパーエビフライ。に、これちょっと芋煮汁ね、汁物と、この里芋とかさ、牛肉とか長ネギとかさ、お豆腐とか入れて芋煮汁して、それであとこれザーサイ、業務スーパーのザーサイで、納豆、こんな感じでお夕飯としたいと思います。今日から新しい便です。いや、疲れたね。疲れたから今日定時帰れてよかったね。定時だったからさ、業務スーパー行ってさ、ね、エビフライおすすめしていただいたの食べようと思って。いやー、それではお疲れ様です。あ、おいしいね。では早速エビフライいただきましょう。まずは普通のウスターソースね。ウスターソースかけました。では早速いただきます。おいしい。おいしいんだけど、今抜群にうまいと言おうか、ちょっと悩んだレベルでおいしいな。いや、でも本当おいしい、抜群においしい、一歩手前ぐらいおいしい。ちょっとなんていうの、この衣率が高いけど、パッケージに衣率が 55% だったから、なんかそんな風に書いてあったからね、もう潔いよ。そしてこの衣の感じも、衣も美味しいの、衣も美味しいし、うん、で、エビも美味しいね。うん、ちゃんとエビフライ食べてるって感じがする。うん、美味しいと思う。ちょっとこのザーサイいただきます。あ、このザーサイも美味しい。
うん。ちょっとエビフライタルタルソースだろ。エビフライはやっぱタルタルソースですよ。あれタルタルソースもねえかこれ。ちょっとタルタルソースでいただきたいと思います。はい、抜群にうまい。エビフライはやっぱタルタルソースだね。タルタルソースかけると一気にエビフライ感が出てくるわ。うん、おいしい。タルタルソースの方がいいわ。うん、なんかほんとあのお家のエビフライっていうのはなんかお弁当とか、あと洋食屋さんのレストランのエビフライ。なんかお子様ランチの一本添えてあるエビフライみたい。子供が好きだろうねこれね。うん、タルタルソースいいね。タルタルソースうまい。やっぱエビフライのタルタルソースだわ。何も食べよう。ああもうタルタルソースがない。うわ、なんか本当お子様ランチのエビフライって感じがする。手作りで自分でエビフライ作ったのにはさ勝てないと思うよ。まさこあの自分で手作りの方がそれは美味しいんだろうけど、でもこれ確か400円ぐらいかな。うん、この値段でこのお味だったらなんか全然いいような気がするな。うん、しっかりエビの味がする。うん、
美味しかった。美味しかったね。エビフライ良かったと思う。うん。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。